今までのその、まあ、各チャンネル監督がやってきたようなセンセーショナルな内容ではない。だけど、撮り方、演出方法とかが、やっぱ今までの、まあ、やり方をやっぱ踏襲してるからこそ。はい、じゃあ題です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は別れる決心です。韓国映画ですね。パクチャヌク監督です。オールドボーイと、お嬢さんとかが、まあ、僕が見た中でその2本なんですけど、まあ、オールドボーイはまあちょっと前に見て、お嬢さんですね。まあ、見たいなと思ってたんですけど、まあ、知らない間にAmazon プライム入ってたんで、まあ、ようやくまあ見れたんですけど、お嬢さんがまあめちゃくちゃ良かったですね。で、前評判がめちゃくちゃ良かったんですね。アカデミー賞にはまあ入んなかったんですけど、カンヌで、監督賞がなんか取ったということなんですけど、一部の評ではそのパラサイトの次はこれっていうふうに、まあ言うっていう、なんかそういったのもあるんですけど、まあ、そこまでかっていう感じはあるんですよね。まあ、そのパラサイトは本当に、まあすごいんですよね。娯楽作としてもですけど、まあ、本当に完璧な映画の一つだと思ってるんですけど、それに続くぐらいのものなのかっていう、まあ、ことなわけですよね。で、まあ、そのオールドボーイもまあ実際面白かったし、まあ、お嬢さんがめちゃくちゃ良かったんで、まあ、それで、まあ、これを期待していいのかなと、まあ、思っても見に行ったわけですけど、主演がパク・ヘイルでタン・ウェイっていう、まあ、その2人がまあメインなんですけど、まあ、主人公が刑事なんですけど、まあ、それで死亡事故があるんですよね。山で転落死した男がいて、まあ、それはまあその事故死なんだろうって、まあ、ほぼほぼ、まあ、なってたんだけど、だけどその主人公がもう妻が怪しいっていう風になって、その疑惑をの目を向けていって、まあ、その監視していくわけですけど、刑事である主人公が容疑者 その女性にどんどん惹かれていくっていう風な感じになっていくっていう、まあ、そういった話なわけですね。まあ、キャッチコピーがですね、疑惑が2人を引き寄せ、愛が2人を引き裂いたという、まあ、まさしくそんな感じの話ではあったかなと思うんですけど、まあ、この映画をまあその公開初日に見に行ったわけですけど、今日曜日ですね、日曜日の16時4時に撮ってるんですけど、まあ見てからまあ2日ぐらいずっとちょっと撮れなかったんですね。なんで撮れなかったのかっていうとですね、なんか感想をどうまとめればいいか分かんなかったっていうのが、まあ正直なところですね。まあ、なのでいつもその映画見終わった後はツイッターで140字で感想を出すんですけど、今回に関してはちょっと出してないですね。ちょっと出せなかったですね。なんて言えばいいかなっていう。ということで、まあ、ここから先もネタバレありで話をしていきます。まあ、いろいろ言ってもなということなんで、まあ、本題に入ろうかなと思います。まあ、僕自身、まあ、この別れる決心ですね、全然乗れなかったっていうのが、まあ、正直なところかなと思います。まあ、パク・チャヌク監督の映画っていうのは、その撮り方とかですね、その、まあ、見せ方がすごいやっぱ面白いというか、めちゃくちゃすごいやり方をしてくるのと、でそれがまあそのストーリー的に全然そのなんていうかな、飛び道具的にやってるわけじゃなくて、ちゃんとそのストーリーに沿ったその正しいやり方として、こうなんかカメラのこう撮り方とかがすごいんですよね。まあ、特にお嬢さん その撮影のやり方とかめちゃくちゃすごいなと思うわけですけど、まあ、だけどまあ僕が見たそのオールドボーイ、お嬢さんはまあめちゃくちゃ良かったんですよ。良かったんですけど、じゃあ手放しに全てが良かったかっていうと、まあ、そうではない部分っていうのもまああったわけですよね。それが何かっていうと、その映像の良さとかですね、まあ、ロケーションであり美術であり、まあ、衣装でありその演技でありっていうもの、それを一つ一つ そのカットにちゃんとその意味が込められたような撮り方をしているっていうのがあって、まあ、それを見てる分にはすごく面白いんですけど、まあ、最終的に実はこうでしたっていうこうバンってやるんですけど、まあ、そのオールドボーイを見た時もお嬢さんを見た時もそうなんですけど、でオールドボーイに関してはアメリカでリメイクされてるんですよね。まあ、僕はそのリメイク見てオリジナルを見たっていう、まあ、流れだったんですけど、まあ、それを見た時にリメイクの方がなんか物語が結構整理されてるというか、すごい分かりやすかったんですよね。そのリメイクになったからこそ、まあ、良くなったんだろうなっていうのがあって、そこはそんなに気にしなかったんですよね。でお嬢さんを見た時にですね、まあ、その3部構成になってるんですけど、第1部の終わり方がすごい唐突だったんですよね。なんかさっきまで仲良かったのに、いきなりなんか主人公が精神病院に入れられるっていう、まあ、展開になっていくんですけど、そこがなんでなんだろうっていう、その、まあ、真実の部分をこう第2部第3部と、まあ、見せていくんだろうなと思うんですけど、まあ、実際その明かされた時に、いやそれ別に最初から見せとけよっていうような部分だったんですよね。いきなりこう間をなんか抜き取って
そこをこう謎として残しておいて、実はこうでしたっていうのは、なんかこうすごいずるいやり方な感じがしたんですよね。で、まあそのお嬢さんに関しては結構まあセンセーショナルな話というか、結構劇薬的なまああの内容だったから、それにあの映像とかのそういったものがあの加味されてることによって、その映画を見てる間っていうのはすごくなんか楽しいというか、まあちょっとその物語上そのちょっとずるい部分があったとしても、結構あの面白く見れたから、なんか満足したというか、まあ目をつぶれるぐらいのことだったなってまあ思うんですけど、ただこの別れる決心に関しては、そのオールドボーイとかお嬢さんみたいな感じで物語的にすごいことが起こるとか、そういうことっていうのがあんまりないんですね。宣伝だったりその見た人の感想とかもそうなんですけど、やっぱりその大人の映画になってるっていうこと、まあその監督自身も前言ってることではあるんですけど、まあ日本でいうとこのその白石和也監督みたいな感じで、その現在から過去にその回想シーンになっていくんだけど、回想シーンだけその色味が違うとか、今回想シーンですよみたいな感じじゃなくて、現在からそのままなんか回想シーンにスライドしていくっていう風な感じをやったりとかするんですよね。それはずっと一定のトーンでやってて、その何かすごいことが起こるっていうわけでもなくて、こうすんなりこう物語があの進んでいくんですよね。あの結構その起伏のある映画ではないんですけど、あの油断してたら今何が起こってるのかが全く分かんない状態になってて、でまあその前半の方でそのまあ意図的にあの言わなかったことが、やっぱ後半の方で実はこうでしたっていうのがまあ出てくるんですけど、別にそれって隠さなくてよかったんじゃないのっていうか、間が抜けてるせいでなんかよく分かんない、なんか違和感があるんですけど、その違和感を抱くことは間違いではないんだけど、その違和感の正体っていうのが別にその前半で別に言っててよかったんじゃないのっていう、ないからもう何がどうなるかわけわかんないっていう感じになっていってて、で最終的にあこうなるのかっていう、まあそうだねっていう感じにしかな正直ならなかったなっていう。オールドボーイみたいにそのすごい残酷だったり精神攻撃みたいなところに行くわけでもなくて、そのお嬢さんみたいにすごいあのどぎついエロの方向にこうなんか映像的に見せていくっていう、そのまあ過激なものではないからこそ、まあ今までそれをやってきたからこそ、今回はそういうのを全部抜きにして、あのそういった映画を撮りたいっていうのはまあもちろんわかるんですけど、まあ、演出方法でめちゃくちゃ混乱した割に最終的に落ち着くところがそこなのかっていうのがあって、なんか見ててだんだん腹立ってきた部分っていうのもあって、なんか絶対なんか見逃してるような気がするんだけどなって思いながら見てて、なんか自分が変なあの解釈をしてるとか置いていかれてるんじゃないかっていうわけでもなかったんですね。なんかそれがなんか考えるだけなんか損というか、その物語自体がそんなにそのなんていうかな、今までのそのまあパク・チャヌク監督がやってきたようなセンセーショナルな内容ではない、だけど撮り方演出方法とかがやっぱ今までのまあやり方をやっぱ踏襲してるからこそ、より何かをまあ求めるようになってくるわけですね。謎が謎を呼ぶようなまあ見せ方というか、その興味を引くような感じになってるんですけど、最終的になんかそこなのかって、まあそりゃそうだよねっていうまあ感じになっちゃったんですよね。だからなんか最後なんかやっぱ欲しかったなっていうのはちょっと思ったかなと思います。まあ何でもかんでもこうドカンってなればいいっていうわけじゃないんですけど、なんかあまりにも物足りなさすぎたなっていう感じはちょっとあったかなと思います。まあ、僕としてはやっぱそのまあラストシーンに関しては、僕が最初見た時あの主人公が立ってるところのちょっと後ろにあの岩がポコって あったんですよね。だからそれがあの掘り返したあの砂のちょっとあの山になってるのが残ってるんだろうってちょっと思ったんですね。でもよく見たら岩だったんで違ったなと思って、あの立ってる場所っていうのがその孫が埋まってる場所に最後立ってるんだろうってちょっと思ったんですよね。で、まあ、それやったらやっぱちょっとえぐくなっちゃうのかなと思うんですけど、あの主人公が立ってるところでやっぱそのなんていうかな、埋まりたてだからまだちょっとあの地面柔らかいと思うんですね。だからちょっとだけ足がぐずってこうなんか沈むんですけど、それにはちょっとあのまあ海だからっていうことで何もその気にしないというか、あってちょっと体勢崩すぐらいで、だけどあのまさかその下に埋まってると思ってないから、あのそこにはあんまり気を止めずにこの名前をずっと呼び続けるみたいな感じで、それで終わって、まあ、それとかでもなんか良かったのかなっていうか、そういうのが一瞬あればそのまあ、あのその彼女の姿を結局見つけることはできませんでした、で何年かして遺体が見つかった時に主人公があここなんか立ってた場所かもしれないって思った時に、それに気づいてればもしかしたらワンチャン助けられたんじゃないかって、多分無理だと思うんですけど、だけどまあゼロじゃないかもしれないみたいな確認できないから、
もしかしたらそのやっぱワンチャンあったかもしれない、もしかしたら助けられたかもしれないだけど、そのまあ手がかりというか、なんというか、その一瞬足が沈んでしまったっていうその事実があれば、もしかしたら死なせることはなく助けられたんじゃないかとか想像させるような風になってればなって思ったんですね。本当にただどこに行ったか分かんないって探してるだけで終わってたので、最後はやっぱり生き切らなかったっていうか、まあ、今回そういう映画じゃないよと言えばそう、まあ、そうなんですけど、ということで、まあ、別れる決心でしたということで、まあ、僕としてはまあちょっと微妙だったなということで、まあ、でも配信とかに来てもう一回見たら多分手のひら返すんじゃないかなって、まあ、よくあることなんですけど、多分そういった類の映画だと思います。まあ、僕としてはそのお嬢さんがめちゃくちゃ良かったので、まあ、とりあえず Amazon プライムにあるので、まあ、見てない方はですね見ていただければなと思います。で、まあ、今週も諸事情でですね、まあ、映画1本しか見れなくて、まあ、3本見に行こうと思ったんですけど、アントマンとブルージャイアントを見に行こうと思ったんですけど、まあ、諸事情で、まあ、見れなくなって、まあ、1本しか見れないってなって、で、まあ、この別れる決心を選んだんですけど、まあ、僕は今回すごいブルージャイアント見たかったんですよね。まあ、音楽上原ひろみさんがやってたんで、まあ、これは絶対見ないといけないなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと別れる決心の方を選んじゃったんですよね。金曜日にまあサントラがまあリリースされたんで、まあ、それは今はもう 5,6 週ぐらい聞いてて、まあ、最後の曲がめちゃくちゃ良かったんですよね。ブルージャイアントっていう表題曲がめちゃくちゃ良かったんで、そればっかりまあずっとループで聞いてるんですけど、ちょっとこれに関してはやっぱ行かないといけなかったなということで、水曜日のサービスデーに行きます。まあ、それでまあ動画出そうかなと思います。まあ、来週のまあ24日の、まあ、新作に関してはまあちょっとなっていうまあ感じなんで、ちょっと出せそうなやつがあんまりないのでちょっと行かないと思うんですけど、まあ、ネットリックスの千尋さんですね、あれはちょっと出そうかなと思うんですけど、そういった感じで、まあ、その来週 の, その映画館の新作映画はなしということで、まあ、それでまあそのブルージャイアントのまあ代わりで動画出そうかなと思います。ということで、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。で、この後僕自主制作映画作ってるんですけど、3月15日に公開するラブソングに捧げる恋人たちネクストチャプターの90秒の予告が流れます。で、ネクストチャプターなので前作があります。で、それはもう概要欄にリンク貼ってるので、興味がある方やお時間ある方はですね見に行っていただければなと思います。ということで終わります。